県内の超党派の議員で作るグループが来月に予定されている安倍晋三元総理の国葬に反対する声明を発表しました静岡県で30名のの議員としてこの国葬に反対するグループは国葬に反対する理由として法律根拠もないままに閣議決定で実施されようとしている。 国民に説明なく国会も開催されず多額の国費が投じられるなどの点を挙げていますまた9月27日当日地方議会の日程に変更の動きがあるなど事実上、調位の強制につながると指摘していますグループでは今後さらに賛同議員を増やして 全国的に有識者が呼びかけているオンライン署名や関係団体のデモに参画するなどして世論に訴えたいとしています。